ベン・ボーバはアメリカ合衆国の SF 作家、編集者。古い資料ではベン・ボーバの表記もある。1932年ベン・ボーバはフィラデルフィアで生まれる。1953年テンプル大学へ入学。ローザ口のッタと結婚し、数オカズメを設ける。1974年離婚。同年バーバラベルソン・ローゼと再婚する。熱心なフェンサーでもあり。 アブコエベレットフェンシングクラブを設立した。ボーバは環境保護主義者ではあるが、ラッタイズムを批判している。ボーバはヴァンガード計画にテクニカル、ライターとして参加しており、また1960年代にはアベコエベレット研究所でレーザーや流体力学の研究に携わった。その場所で後にフォーサイトナノテクインスティチュートに所属するアーサー、カンドトビッツと出会う。 1971年、ジョン・ W ・キャンベルの死後、アナログ氏の編集者となる。アナログ氏を離れた後、1978年から1982年にかけて、オム・ニ死の編集を行う。1974年、子供向け SF テレビ番組シリーズラント・オブ・ザ・ロストの脚本を書く。ボーバは失敗に終わった。 テレビシリーズザ・ストルローストにサイエンスアドバイザーとして参加するが、第1話のオンエアのご愛想を尽かし仕事を辞める。長編ザ・ストクロストは、自身の経験と友人かつ同僚であるハーラン・エリスンのキャラクターを元にして書かれている。この作品は、コードウェーナーバード、すなわちハーラン・エリスンがテレビや映画と関わることを拒絶していた頃のペンネームに捧げられている。 ボーバはナショナルスペースソサイティの名誉会長であり、またアメリカ SF ファンタジー作家協会会長を1990年から1992年まで務めた。1980年代に大学へ戻り、1987年にコミュニケーション学の修士号を、1996年に博士号を取得する。ボーバはこれらの出会いと経験を宇宙飛行、レーザー、 人工心臓、ナノテクノロジー、環境主義、フェンシング、マーシャルアーツ、写真、芸術家などの参照を用いて、事実と虚構の文章の創作によって描いている。ボーバは、ノンフィクションや SF 小説により110を起こす数の本を発表している。2000年代58回ワールドコンにおいて、オーサーゲストオブオナーに選ばれた。近年ハリウッドが坊場の豊かな科学と、 未来予測の知識に満ちた作品に興味を持ち、2007年、スタバーパレントプロダクションズとシルバーピクチャーズに、コンサルタントとして雇われ、ジュードローとフォレスト・ウィテカー出演の映画、レポゼッションメント・リチャード・モーガン作、オルタード・カーボン原作の映画のため、近未来世界の構築に協力していた。2020年11月29日、新型コロナウイルス感染症が原因の肺炎と、 脳卒中により死去した。去年88。ボーバは、グランドツアーシリーズは、21世紀後半における人類の対応経営の植民について描いている。ボーバのサイトの年表の項によると、シリーズの内部の時系列も、完全には、守備一貫しておらず、そのため推奨されている順序は、以下の通りである。JP、ピーダーソン。 エド、ストリート、ジェームズ・ガイド・ツー・サイエンス・フィクション・ライターズ、ストリート・ジェームズ・プレス、ISBN 978から15億5862万1794、インメモリアム・ベンボバ。スフウィ、https、www、スフウィ、org、2020、11、30、インメモリアム・ベンボバ、20年12月1日、閲覧。 A.B. ボバ、ベン、グランドツアークロノロジー。2016年3月3日時点のオリジナルより、アーカイブ。2008年6月23日閲覧。ありがとうございます。